金川成は、大韓民国の京畿道、富川市出身のプロ野球選手。右投右打。MLB のサンディエゴパドレス所属。キウムヒーローズ時代2014年新人ドラフトにて2次ドラフトで、ネクセンヒーローズに入団。チームの新人選手で、唯一、一軍の沖縄キャンプに合流した。5月16日のロッテジャイアンツ戦で、代打出場し一軍初出場。2015年はメジャーリーグベースボールのピッツバーグパイレーツへ移籍した京正広に代わり遊撃手のレギュラーに定着し140試合に出場した。2016年は自身初となるレギュラーシーズンの全試合に出場、また20本塁打20盗塁を達成した。2017年開幕前1月4日に第4回ワールドベースボールクラシックの韓国代表に選出された。オフの10月10日に第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの韓国代表に選出され、11月16日から19日までの大会3試合に出場した。2018年、シーズンを通して安定した活躍を見せ、初のゴールデングラブ賞を受賞する。2018年アジア競技大会野球の韓国代表に選出され、優勝したため兵役免除の恩典を受ける。2019年、2年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。オフには、キウムと5年5億5000万ウォンで契約した。2019WBSC プレミア12に出場し、攻守でチームに貢献し、遊撃手としてベストナインを受賞する。2020年シーズン終了後、MLB 移籍のためのポスティングの公示を久保に要請した。2020年12月31日にサンディエゴパドレスと4年総額2800万ドルの契約を結んだ。オプションとして2025年は総合オプションとなる。2021年4月1日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でエミリオ・パガンの代打としてメジャーデビューを果たした。結果は三振だった。4月10日に初安打を記録。6月20日のシンシナティレッズ戦では、8回裏に決勝2ランホームランを放ち、7-5の勝利に導いた。ありがとうございます。